はい、どうも皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ビオルネ5階のビーゴさんよりお届けしたいと思います。ビーゴさんは枚方市駅に駅直結、はいはい、ビオルネの5階にあるところで、バレエが5歳までいるのはアルゼンチンでして、はい、で、大人になりました。うん、でお父さんがフランス人、お母さんはオルゴクワイチ、ママはスペイン人。ファンジー。ファンファンジー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 教わりに来るということは、うん、先生として教えやすいとか、うん、教えにくいとかはあるでしょう。あるっていうのもね、と時間的に中でもう一つ、easy to teach。I think it's easy Nordic countries. Nordic countries. Holland, Denmark. オランダ、デンマーク、ノルウェーさん。この間のね。Very great kids. ああ、そうなんだ。ちゃんとしてるんだよ。Very independent. 子供たちがちゃんと、言うことを聞く文化の中に、インディペンデント、独立してると。ああ、なるほど、なるほど。自分で自分のことをちゃんとできるっていうことね。教育がされる。そういうこと。逆にそれができない。どこへ。そういう、オプシー、スチューデント。Maybe from Italy. Italian. They are very dependent on the mother. So mother always depends on the kids. And すぐお母さんの名前を付ける。Italian のことを言うと、イタリア人そうじゃあまりにも噂が多いから遅い。どうなんだろうね。でもイタリアのまあ長いこうね靴の形の国で。北と南では全然気質が違う、文化が違うとかね、まあピザ見てるのでも分かるけど、暑さが違うとかね、全然違うみたいな。で、教えてるのは子供ロール、チューニング。そういうユージュアルに、エンジン、全部、全世代。イタリア人の大人でも、ちょっと転んだりとかすると、お母さんになるわけ。イタリアン、アダルト。Very funny. Excellent. 楽しい。ファニーっていいのか。これを見てるイタリア人ダンスを楽しむ。まあ、この場所まだイタリア人来ようですから。イタリアン、何でスキンレベル。オリンピックでもね、スキーの選手多いもんね。でもまあ、すごいね、いろんな国で、すごいね。で、教えてるっていうで、スパニッシュ、イタリア、イングリッシュ、ジャパニーズ、僕もアンゴラ、イタリアとスペインの間、ランゲージーズ、スパニッシュと英語とイングリッシュ、あと、カインドランゲージ、イングリッシュ、スパニッシュ、イタリア、フレンチはノーベル。Now I'm learning Japanese. 今、日本語勉強してる。この間にもメキメキ上達してる。それはもう早いですね。だって、ウルグアイ人。フランス人。メキメキ上達してる。ね、早い。やっぱりね、みんな早いね。日本語を覚えていくんだ。やっぱり、世界に出ると覚えないね。全然覚えない。日本だけ外国人と違ってる。ただただドイツ語で愛してるだけやもん。何でしたっけ。これだけは覚えてる。忘れない。はい、ということでじゃあ告知をお願いします。はいはい、はい、11月17日、はい、日曜日、枚方ダッシュ3回開催でございます。早いので、はい、3回ですね。今年の点でバレエプロレスリング支援の皆さん見ていただいて、バレエの観覧、無料観覧チェーン、そしてビオルネのヒーロー、ビオルネのまたまた仲間が新しく誕生する。
新しいメンバーの名前が加盟率と、マスクヒーラーが名前が誕生日を出てもらいますね。で、リングもフルで組んで、そうですよ、バチバチで超本格的な本格プロレス、なんかメンバーとしリングを組み上がってるところからリンクの人がいっぱいいるっていう、こちらね、そのリングでライブパフォーマンス盛りだくさんで、あ、そうなんだ、歌踊りあり、ジャグリングありみたいな感じですね。すごい楽しい、いろいろよね。もう一つのステージの方がお笑いバトルと歌謡ショー、あ、なるほど、別ステージ。笑ったり失笑したり、笑ったり苦笑いしたりということのメンバーですね。あ、面白いね。まあ、これチラシも B5 に置いてますので、ね、はい、皆さん楽しみにしてくださいね。はい、ありがとうございます。ぜひ11月17日の日曜日、はい、ということで詳しくはホームページ、はい、ホームページはもうメインはここですねもうちょっとしたらこの辺、この辺に出るかもしれません。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日も楽しいお話ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、元気ベルマンです。ありがとうございます。はい、バイバーイ。バイバーイ。